浜松町文化放送からお送りしているクスノキともりミュージックレベリー。ここからはこちらのコーナー、ともりコール。このコーナーでは私に相談したいこと、私に報告したいこと、とにかく私とお話ししたいというリスナーさんと真夜中に生電話していっちゃいます。先週はお子さんが生まれますっていう方と JK の方とね、ブズってなっちゃいましたけど、そんなコスメの話もしたんですけど、もう私このコーナー毎回緊張する羽目になっちゃいそう。本当に人見知りなんですよね。ちょっと頑張ってお話ししていきたいと思います。では早速繋いでいきましょう。もしもーし、楠の木ともりです。はい、はい、もしもし、レンさんで会ってますか？はい、そうです。あ、こんばんは、ありがとうございます、メール。いやー、いえ、全然。何お話ししたいか聞かせていただいてもいいですか？あ、いいです。はい、まあ、僕、今月4月か、うんうん。だから、あと2ヶ月ぐらいで、うん、無事に成人することができるんですよ。うん、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、うんうん、でも成人するんですけど、うんうん、なんかもうずっと街歩いてても、うん、お店入っても、うん、まず学生かときが。なるほどね。まあ、もう実の母親からもずっとレンちゃんなんですよ。おー、ちゃん付け。母親からレンちゃんって呼ばれて、まだ2人の時はいいんですよ。うん、他のお母さんがいる時とか、そういう気持ちは面白いから。やだね、やだね、それはすごいやだね。それは違うなって思いますね。うんうんうん、はい、いや、二十歳の息子捕まえてレンちゃんはないですよ。本当ですよね、ちょっと嫌ですよね。気持ちわかります。はい、ですので、ちょっと1歳しか離れてないんですけど、はい、もう大人のオーラがもうムンムン出てる。ムンムン、大人のほらムンムンかな、ムンムン出てる。ちょっとともりさんに出てます。はい、あ、もうバリバリ出てます。本当ですか？もうぜひパッと見、あ、大人だなって見られるような、もうアドバイスというか、オーラみたいな、はい、見た目とかってことですか？はい、もう見た目とかも中身でも、あ、中身でもいろんなことをご教示願いたいと。なるほど。でも私も結構世間的に見れば子供な方だと思うんですよ。私コンビニでお釣り500円ねみたいな、なんか、はい、タメ口で店員さんに来られるタイプの人間なんで。普通に全然年賀されるタイプなんですけど、でも逆にレンさんはなんで私がそんな大人っぽく見えるんですか？いや、そうですね、この前っていうか1月の、うんうん、まあ別のラジオの登録に行ったんですよ。その時今見たのが、うん、あ、これ本当に1歳差かって思うような感じで。へえ、なんでなんでしょうね。実はもう5歳ぐらい離れてるんですよ。ちょっと待って、5歳。なるほど。なんか私もなんか大人っぽく見られたいって思うから、あんまり参考になるかわかんないですけど、まあ、まず見た目としてはなんかやっぱでも何ですかね、垢抜けるための何かを調べたりするのがいいんですか、男性は。なんかね、女性はほらメイクすると一気に変わったりするけど、男性ってなんだろうね、眉毛整えるとか服装を変えるとか髪型を整えるとかですかね、なんかなって思いますけど、あとオーラというか、まあ、中身的な部分は、はい、なんか自分の意思を何か一つだけ強く持つっていうのは大人っぽく見られる秘訣かなって。なんか周りにこう合わせて流されて、こう、あ、それもいいね、それもいいねっていうのもすごくいいと思うんですけど、なんか大人っぽく見える人ってやっぱその人だけの特有の世界観とか強さがある人っていうイメージなの、私はね。そう、世界観、そうだから。めっちゃ喋りすぎた。そう、世界観までちょっと壮大になっちゃったあれですけど、例えば、はい、なんか私で言うとこういう系統の曲がもうめちゃめちゃ好きですでもいいし、なんかなんだろう、どうしても自分がこれは譲れないぜってものを一個持ってる人ってむやみにそれを発信しなくても、なんかこの人って意志強くて大人っぽそうみたいなイメージなのかなって私は思います。譲れないものですか？そう、なんか好きなこととかないんですか？好きなことは、うん、
きなこと、最近だと仕事終わった後に1時間だけ人から行ってます、うんうん、お人からね。カラオケいいじゃないですか、はい、なんかそういうのとか、例えばですけど、はい、カラオケを映画に置き換えてみたらめっちゃ大人っぽかったりしません？カラオケ仕事帰りに一人で映画行くの趣味なんすよねってかっこよくないですか私だけなんか、映画ごめん、私の大人の概念が歪んでるかもしれないあ、逆にレンさんはどんな人が大人な人だなって思います？大人、釣り？釣り？待って、釣り？釣りをする人？いや、あれです、今仕事がちょっと仕事上で、うんうん、師匠が一人いるんですけど、うんうん、前も今は一人立ちして、うんうん、師匠じゃないんですけど、うんうん、その人ら趣味釣りで、うーん、なるほど。なんかもうその人と別の先輩が話してるとこ見てると、うんうんうん、あ、大人だなってたまに思うんですよ。じゃあやっぱり趣味を持ってる人が大人に見えるってことなのかな。釣りじゃなくても何か人に言える趣味。そうですね、うんうんうん、大人かいやだから多分あれですよね、無理に大人ぶろうとすると背伸びして無理してる感が出て逆に子供っぽく見えちゃうと思うから、多分レンさんなりのもう等身大の自分を大事にしてていいんだと思いますよ。等身大ってなると、うん、まだまだ子供のままですねこれあのね、いいんですよ。私も二十歳になるまで大人になりてえってずっと思ってましたけど、だんだん周りの大人からそんな急いで大人になることないって言われるからそんな無理しなくていいと思います。そうですね、もうじゃあもう本当小さいことから。そうですね、頑張って趣味探しましょう。趣味じゃあ今年中に趣味を見つけて私に報告することを約束してくださいとか言ったらもうこれ絶対大人だろっていう、もうバリッバリ、うんうん、アダルトな趣味を。アダルトな趣味、曲がった方向に行かないことを祈るね大丈夫です、道はまっすぐ。うん、そうね、まっすぐまっすぐ貫いて頑張ってください。はい、よく、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひ配信も聞いてください。はい、ありがとう。はい、はい、ということでちょっと私にも難しい質問でしたね。大人とはっていう難しい質問を改めて考えさせられましたけど、釣りは確かに大人な気がしますね、なんとなくね。動物の森をしましょう。動物の森で釣りをしてね、糸釣ったぜっつってやりましょう。はい、ということで。